あー壊れる。よし、お前守れなかったんや、アイオンキを守れなかったんや。誰かいないのか。よし、ダウン時間がね短くなるテクニック。うわあ、ドボジで俺にまで自宅が出るな。皆さんどうもこんばんは、かまど炭治郎です。今回はかまど炭治郎が調整入ったということで乗ってきました。調整内容見ていきましょう。こちらですね、陸戦型ガンダム用ビームライフル、こちらのみの修正となっております。まず威力が900から950に上がりました。のんちゃんの火力が上がったのは嬉しいですね。そして、射程距離も 50m 伸びました。そしてフルチャの、射程じゃなくて収束が 4.5 秒から4秒に短縮されました。この機体結構フルチャから入ることが多いので、このフルチャのね短縮されたのは結構でかいかなと思います。そしてフルチャの威力も上がって、フルチャのヒート率を多少軽減されて、そしてフルチャの射程も多少伸びましたよと。まあ、陸戦型ガンダム用ビームライフルの調整っていう言い方が正しいですかね、炭治郎の修正っていうよりは。この機体ね、ちなみにおすすめのムーブなんですけども、このフルチャをね移動できるんで、フルチャを当ててから、強い 180mm 剣を当てて、もう一回このビームライフルをノンチャで一発当てるっていうのが、結構火力も取れて、最初がね 180mm 剣のんじゃなくて当てやすいビームライフルなので、結構使いやすいんでおすすめですってことで、ガンダム EZ8 じゃなくてかまど炭治郎ですね。今回演習チャーで 180mm 剣を持ってるんですけども、私はねミサイルランチャー持っております。なんでかっていうと格闘補正持ってるんで、敵の汎用機にね、この格闘当てたいがために 180mm 剣のんじゃなくてミサイルランチャー持ってるんですけども、皆さんは絶対に 180mm キャノン持ってくださいってことで、EZ8 ウェポンラックではなくてかまど炭治郎ですね、よろしくお願いします。もうできそうや。最近の鬼殺隊は射撃武器も使うのか。鬼殺隊はすごいな。BGM グレンゲにしてもよかった。マジか。足おっそ、いけー、強すぎて草足壊れとる。一のこと、みなもぎり。やばいやばいやばい、敵の血気術が強すぎる。ナイス、よし、よし、いいぞ、これぞ鬼殺隊って感じだ。 B 台火力高っ。いいねー。ねずこ重、水中のこいつありえん遅いんだけど、マジでこれ本当にサギリ山で修行してたんかこいつ、マジで遅いぞ。おらし、こいつ本当に詐欺山で修行してたんか。おらー、極周期も殺していく。バカ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 。
で発売できたかな。闇です兄貴、もう下角で移動した方が早そう。島村兄貴、海では死亡してないから。足が。よし、肩の兄貴、気持ちいい。ラグ兄貴、敵の肩静かも好きでしょ。まずい。あー、血鬼術強すぎです。産屋敷に攻めてきた鬼が、産屋敷に鬼が攻めてきたぞ。やばい、爆弾が仕組まれている。でもあれはどうにかやってくれるか。後ろの大使に任せよう。痛い。これは入らんのか。なんで俺が最前線にいるんだ。うわぁ、逃げたあいつ。鬼のくせに。助けてくれ。旋回が遅すぎて。来てる。遅すぎて。俺たちの絆は誰にも邪魔すんな。足が遅すぎて展開についていけないよ。はい、ナイス。いや、タックルできなかった。旋回が遅すぎて。手強い鬼だ。水中で呼吸もしづらい。あー、鬼、ちょっと待て。なかなか。レッドラが。よーし、俺のおかげで勝ったぞ。鬼殺隊は俺に感謝せよ。よし、鬼殺隊は俺に感謝せよ。はい、感謝せよ。